皆さんこんにちは。いやーもうね、渋滞の六甲山牧場ね、やっと着きましたよ。なんすかね。えまあまあ、その子言ってね、これいい天気でね、涼しいです、六甲山。やっぱり牧場に来るとやっぱこれでしょ。何かわかります？これババン、ソフトクリーム。六甲山牧場のソフトクリームでございます。いただきます。うん、もちろん美味しいね。うん、あのね、ここチーズがすごいんですよ。だからカマンベールチーズが中に入ってるんだって。すごいですよ、美味しい。うん、ということで牧場行っていきたいと思います。はい、ここのね、六甲山牧場も羊さん、馬さん、牛さん、いろいろ動物がいます。ドッグショーでね、羊を追い込む、ショーなんかもやってるんで、意外と楽しいし、そして涼しいです。はい、またね、ここにね、別に牧場に来た理由というのは、牛さん、羊さんを見に来ただけではなく、チーズがやっぱりね、六甲山牧場といえばチーズでしょ。チーズといえばチーズフォンデュ、チーズフォンデュ、チーズフォンデュ。準備ができています。そうなんです、ここへね、またチーズフォンデュを食べています。眺めのいいところでこうチーズフォンデュをこう休日に食べる、ああなんてこうフランス皇帝だって。家でチーズフォンデュ食べないでしょ。食べますか、これにさせて。ソーセージ、お野菜も小さく切ってチーズフォンデュを入れていただければと思います。これつけて、つけてください。これでございます、これでございます。これでチーズフォンデュ、休日はチーズフォンデュ。いただきます。これは美味しいね、いいチーズだね。ちょっとチーズ本来のこう味がね、パンにもここにある料理とかどれも合うんですよ。だからチーズフォンデュいいしないですからね。考えた人はすごいと思います。六甲山牧場のチーズフォンデュでございました。では皆さん、さよなら。